住吉大社駅、住吉大社駅は、大阪府大阪市住吉区長尾町にある、南海電気鉄道、南海南海本線の駅である。2016年1月31日に廃止された、半海電気軌道、半海上町線の住吉公園停留場についても、ここで記す。なお、南海本線の駅は1979年まで、住吉公園駅を名乗っていた。 南海における、住吉大社の最寄り駅である。また、半海の住吉公園停留場は、第二回近畿の駅百選認定駅である。住吉大社駅の駅番号は、n k 零八、住吉公園停留場の停留場番号は、h n 十一である。島式2面四線のホームを持つ、福福線高下駅である。ただし、上り下りとも海側の線路、快速線、 2番線、4番線は臨時ホーム扱いとなっており、普段は閉鎖され、通過列車専用となっている。これらのホームは、正月3月日のデータイムの区間休行、休行、空港休行の臨時停車時に使用される。有効長は重量編成対応だが、使用していない部分は、柵で仕切られている。通常は2.4番線には、ホーム柵が設置されているがこれは、 取り外し可能で、正月さんが日は外され、ホーム上の使われていないスペースに置かれる。ホームは3階、改札口は2階にある。1階はショップ南海となっている。また、ショップ南海の南側の道路を隔てた対面には、正月さんが日だけしか開かない隣人の階段や、改札口があり、住吉大社からの帰り、つまり、 住吉大社駅からの乗車時にはこちらに誘導される。こちらは、切符売り場こそ窓口対応だが、自動改札機が設置されており、簡易ではあるが、IC カードにも対応している。2008年のバリアフリー工事に伴い、1月に LED 式の列車接近予告装置を設置、普通車が停車する観光線1.3番線のみ、3月に、 エレベータ設置などの駅のバリアフリー工事とトイレショップ南海のリニューアル工事が完了し、関西の鉄道駅では初めて階段の昇降時に楽な身体移動が可能で、膝や腰の負担を軽減できるクネットを設置した。ただし、先日の臨時改札側についてはこれらの設備は設置されていない。2.4番線は臨時用だが足元には X 両目。 または八両用と書かれた赤色の乗車位置表示のステッカーが貼られている。なお、2.4番線には自動放送設備がないため正月3月日の臨時停車時間帯には駅員の肉声により接近、案内、通過放送を行う。南海住吉大社駅の東隣にある東端式三面2線のホーム、1番線が両側ホームを持つ地上駅。 ホームの長さは2両分あり、最大4列車まで入ることができた。このために、ホームの表示器にも前から発射する旨を出せるようになっていたが、基本的にこの表示が出るのは、大増発される正月三画日だけであった。ホームには、金魚の泳ぐ水槽があり、利用者の目を和ませていた。この水槽は、戦時中に防火水槽として作られたものであった。 昭和30年代には、ラッシュ時には1分間隔、1日、約200本の発着があったが、阿部のハルカスの全面開業に伴い行われた、2014年3月1日のダイヤ改正で、当駅を発着する電車は、朝の7.8時台のみに変更され、9時台以降の列車は全て廃止された。このダイヤ改正前は、当駅を出発する電車が66本あったが、 改正後は平日は5往復、休日は4往復のみとなり、始発が住吉公園に到着する時刻が7時35分、平日、と休日とも、住吉公園発の最終が8時24分、平日、8時32分、と休日と営業時間帯は1時間に満たなくなった。同時間帯以降の上町線はべて半海線、阿道、または浜駅前発着になるため、 利用者は隣接する阪海線ソミヨシトリー前停留場を利用すること、なった。このため、廃止直前には、日本一終電が早い駅としても知られていた。なお、2015年と2016年の正月3ん日の臨時ダイヤでは、日中時間帯、10から17時台に、約8分間隔で、上町線電車発着し、線形、境トラムも乗り入れた。 駅北側の踏切は、正月3日が日の大増発時に、監視のための職員を多数配置の上で、手動操作をしていた。これは、この時だけ、住吉公園行きは、踏切手前にある住吉停留場の臨時ホームを使用するが、すでにこの踏切の検知地点を過ぎているのでそのままでは、長時間踏切が閉まったままになるためであった。2015年8月28日に、 半海電気軌道が上町線、住吉住吉公園館を2016年1月31日付で廃止することを国土交通大臣に申請したと発表し、当停流場は申請通り2016年1月31日に廃止された。廃止の理由は、住吉住吉公園館の線路は敷設されてから60年以上経過しており改修工事が必要であるが、改修には、 数億円の費用がかかり、経営に大きな影響を及ぼすためとしている。最終電車はも161号車。ホームの水槽に買われていた金魚は、大阪市立マムタ北中学校に引き取られた。また、駅ナンバリングで、HN11 が欠番となった。現在住吉住吉公園間の線路及びホームは撤去され、 跡地は駐車場となっているが、テナントが入居している関係もあって、住吉公園の駅舎はそのまま残されており、駅舎正面上部には、右書きで、駅沿行、吉住の文字がそのまま残っている。南海電鉄における、近年の1日平均乗降、乗車人員は、下表の通りである。住吉大社は、駅の東方向にあり、その付近には、 半海電気軌動半海線の住吉鳥居前、停留場、電停、住吉をこそ全郵便局がある。また、住吉公園は、駅の西側すぐの位置にある。小浜商店街はこの駅から、小浜駅方面まで続いている。駅は、住吉区にあるが、西側、住吉公園は、住の駅になる、南海本線の高架生誕が、区の境界となっている。 駅高下下には商業施設のショップ南海住吉があり、ロッテリアやキネ屋などが入居している。中央通路を石畳仕様にし、施設入り口や店舗区画にも 3K 路としての雰囲気を醸し出す装飾をせており、住吉大社の門前町を意識した空間となっている。いずれの路線も大阪市ティバスが運行している。最寄りの住吉公園バス停は、 住吉公園を西へ抜けたところを通過している国道26号沿線にあり、当駅からは約400メートルほど離れている。以下の路線のほか、住吉鳥居前停留所、電停の南側に位置する住吉大社停留所があり、かつては赤バスの住吉ループが停車していたが、2013年3月31日をもって廃止された。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。